劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、プロミスシンデレラ第2話ですね、いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、続々とシンデレラが始まっていきますね。はい。はい。プロミスシンデレラですね。はい。いきましょうか。10分のところ。はい。二階堂さんがですね、9階、はい、ちょっと暗い部屋に行くところがあって、物置行くところ、はい。でね、そっからね、状況からすごくね、影響を受けているね、怖くないとは言ってるんですけど、やっぱりね、いろんなものを見ていたり、感じていたりするっていう意味で、すごくね、体に響いていて、なんか本当にその場を信じ込んでいるっていう、なんかね、すごく良かったんですよね、ここが、何気ないとこだったんですけど、後半につながる伏線ではあるんですけど、そうですね、うん、思いました。ね、電気消えるとこね、ちょっと怖いですよね。ね。そう、僕もなんかでちょっと似たような経験あって、道歩いてたら、わーって帰り道だったら、電灯がパンって消えたんですよね。やっぱ若干怖いですよね。あれ怖い、なんかあんのかってちょっと怖いですね。ざわつくよね。はい、ちょっと夏っぽいね、あれですよね。はい。で、次は20分ぐらいのところなんですけど、はい、二階堂さんと、前田さんの言い争うところがあったんですけども、そこはね、綺麗な交流になってんですよね。で、2人ともね、一応強い行動をしてるんですよね。よかったですね。で、二階堂さん、パーンと、なんだろうな。こうなんだろう、シンプルに強いのが出るね、素晴らしいね。そう、二人心良かったですよね。サバサバしてるというか、すっきりした強い衝動が出ますね。素晴らしかったと思います。はい。で、次34分、はい、二階堂さんを前田さんが助けてくるところ、いいシーンでしたね。はい。実際来て、でなんかこう、会話をやるところがあるんですけど、すごくね、いい交流をしていたと思いましたね。素晴らしかった。でね、その後、二階堂さんがこう、疲れながらも、弱りながらも怖いものを言うところがあったんですけど、二階堂さんの心に触れる、なんか良いセリフでしたね。のものになっていたというか、素晴らしかったと思います。そう、確かにね。そう、いや、怖いのは人間だぞっていうところでしたね。はい。そう、いや、でもそう、あそこいいシーンでしたよね。そう、前田剛さんも怖いの嫌いっていうキャラクターを乗り越えて助けに行くっていうところでしたね。そう、旅館にも寄りつかなかったのが来るっていうところでした。はい。42分ですね。はい。前田さんと岩田さんの、ああ、一瞬こう、すれ違うというか、こう、対面してしまうシーンが、2人がね、会うと、すごくね、バチバチしてて、よかったです。いいね。短かった、このシーンは短かったんですけど、すごく良い、こう、交流というか、受け渡しをしていて、こう、一歩も引かねえぞみたいな、対立してましたね。すごくいい。そうですね。バチバチしてましたね、2人がね。いや、素晴らしかったですね。そうですね。いやいや、結構、なんていうんですかね、設定がぶっ飛んでるドラマというか、ですけど、いやいや、なかなか楽しみっていうところですね。人生ゲームさせられるっていうね、借金背負って。いやいや、ね、いや、二階堂さんがね、どうなるのか。前田さんと、ね、岩田さんの、ね、間で、揺れ動いていくのかっていうところですよね。はい。二階堂さんも本当なんかこう、すごくすっきりしてて、気持ちがいいですね、見てて。素晴らしかったと思います。そうですよね。なんかこう、変化がパンパンって弾けていく感じですよね。素晴らしいと思いました。はい。というわけで、プロミスシンデレラの第2話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この動画少しでもいいなと思った方、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。